ここで私とエッチしてくんない？嫌なら帰ってもいいけど、経験としてしてみたいんだよね。だから誘ったの。俺に彼氏いるって話だろ。いいけど。俺はたった今、童貞を捨てた。はあ！？会ったばかりの女の子としてきた？まあ。お前、好きな人いるだろ？なんでそんなことに？成り行きで。成り行きでとかなんとなくとか言うやつが一番ムカつくんだよ。あんたがどうとかじゃなくてね、私は私のままなんだなって。もし次に会っても他人だから。うん。何があったんです？昨日のドラマがか。でも大人には大人の子供扱いしないでください。それでも俺は先生が情け。何でも。海よ！何事だよいきなり。ああ、お前の体は柔らけえけど、女の子の柔らかさとは違うな。はあ？藤井さんのお子さんって藤井くんだったの？何当たり前のこと言ってんの？違うの、私の学校の生徒の。ああ、意味わかんねえ、意味わかんねえ。先生が親父の最高相手の娘？あんたさ、もしかしてこのこと知らないよ。前の父さんと離婚してからずっと悪口ばっかりで、私はそれが嫌だった。でも藤井のおじさんと知り合ってからはいつもウキウキしてらない理由で母さんの幸せを奪いたくない。親父のどこがいいんすか？いろいろあるけど、それはもう憎くて憎くて。男の人なんてもう信じられないと思ってたけど。氷が溶けるようにあなたを支え続けます。この人しかいないって。月子さん、親父がそんな臭いセリフを。エッチした女の子と先生が兄弟になるわ。意味わかんねえだろうよ。あのことならもう忘れていいから。私とあんたの間には何もなかった。いい。あれをなかったことになんてできるわけねえだろ。ワクワク、部屋に入ってエッチなもの探しちゃおう。やめてください。兄弟になるんだから家では敬語は禁止。ひなちゃんで。はあ、ひなちゃん。はい、リピートアフターミー。ひなちゃん。嘘嘘、ルイにはひなねえって呼ばれてるからそれでいいよ。さっぱり。でいいね。ちょっと何やってんのよ。ごめんなさい、ついいつもの癖で。幹事のリカです。桜川校のアイドルミーナです。自分で言う。同じく友達のカナエです。ほら、ルイの番。立花ルイ。布団で寝ないと風邪ひくよ。いいお姉ちゃんになれるように頑張るから。最後に一度だけるから。君にだけわがままになって。恐怖こそ自由、君臨こそ解放、矛盾こそ真理。それがこの世界の真実だ。服を着た豚ども、その真実に屈服せよ。